ドラマ、映画、バラエティと幅広く大活躍中の永野芽郁さん。今回そんな永野芽郁さんの面白いエピソードを50個紹介します。1999年9月24日東京都に生まれた永野。現在の印象とは違い、子供の頃はかなりやんちゃでいたずら三昧だったそうです。小学生の頃、永野の向かいの家に同い年くらいの男の子が引っ越してきました。その男の子は永野と3歳年上の永野の兄のことが嫌いだったらしく、水をかける嫌がらせを受けました。兄と相談した結果、反撃に出た永野、泥団子を作り相手の靴の中に入れるいたずらを仕掛けたそうです。そんな永野の初恋は小学校2年生の時で、当時学年で一番モテていた男子にチョコを渡して返してもらったことがきっかけで好きになったそうです。永野が芸能界に入るきっかけは小学校3年生の時、家族で吉祥寺のサンロード商店街で買い物をしている際、スカウトマンから声をかけられたそうです。当時のスカウトマンはチャラチャラした印象でかなり怪しかったそうです。結果的に永野は現在もスカウトを受けた事務所で女優業を続けています。当時の永野は女優になりたいという強い気持ちはなく、事務所やスカウトという言葉の意味もわからなかったそうです。母親に事務所って何と聞くと、テレビに出ている人がたくさんいる場所だよとざっくりとした説明を受け、あ、私テレビに出られるんだと思ったそうです。その事務所こそ北川景子、本田翼、荒木優子らを輩出したスターダストプロモーションでした。永野の芸能界デビューは早く2010年。永野が11歳の頃からニコプチでレギュラーモデルを務め、2013年から3年間ニコラのモデルとして活躍していました。またマイネオの CM でおなじみの青井若菜とはこの頃に知り合っており、子役時代はお互い距離があったそうですが、現在は一緒にラーメンを食べるほど仲が良いそうです。永野の性格はせっかちで、歩いていると急ぎすぎて廊下を曲がりきれず壁に体がぶつかることがよくあるそうです。壁に体がぶつかってしまう永野ですが、運動神経は抜群で、中学の頃 1000m 走のタイムは学年1位だったそうです。そんな俊足永野は陸上部に所属していましたが、3年間仮入部という位置づけだったそうです。3年間仮入部というのは深い理由があり、当時からモデルや女優の仕事で多忙だった永野は、日焼けが怪我のリスクを避けるため大会などには一切出場せず、仮入部という状態を貫いたそうです。現在も運動が大好きで、暇さえあればランニングに出かけています。友達と一緒に駅から駅まで走ったり、長い時には 20km 近く走ることもあるそうです。さらにストレスが溜まった時や嫌なことがあった時は全力疾走をして解消します。そんな運動好きな永野は小学校5年生の時にウクレレを始めたことで音楽にものめり込んでいきます。中学2年生でアコースティックギター、エレキギターを始め、高校1年生で三味線を始め、同じ事務所の後輩桜しめじのライブを見た際、ドラムにも目覚めています。桜しめじのライブがかっこよすぎたという理由でドラムを始めた永野ですが、なんとそのライブの帰り道にスタジオを予約してドラムを叩きに行ったそうです。後に永野はドラム演奏についてストレス発散法と語っています。さらに永野はプライベートで車やバイクに乗るのが大好きらしく、行列ができる法律相談所に出演した際にはレーシングカーで豪快にドリフト駐車する様子が放送されています。この難易度の高いドリフト駐車には裏話があり、実は放送外で何度も失敗していた永野、ただ練習するたびにうまくコツをつかみ放送時に成功したのだそう。助手席に座っていた指導員もかなり驚いていたそうです。また永野はレーシングカーだけではなく、トラックの運転も可能で、12トンまでなら難なく運転することができます。また永野はバイクの運転も大好きで、愛車は川崎のエストレアです。永野がバイクに目覚めたきっかけは2017年僕たちがやりましたに出演した際、共演者の久保田正孝からバイクの話を聞き興味を持ったことでした。その時永野は、中型免許を取りたいです、ツーリングをしてみたいです、由比ヶ浜や湘南とか海に行きたいですねとワクワクを語っています。そんな海好きの永野はサーフィンも大好きで、よく兄とサーフィンに出かけています。つまり永野はウクレレ、ギター、三味線、ドラム、バイク、トラック、サーフィンを操るいかつい趣味の持ち主なのです。サーフィンやギターやバイクなど男子力が高い永野ですが、女子力には自信がなく、タケノコご飯を作り友達と一緒に食べたところ、友達も永野もお腹を壊したことがあるそうです。さらに永野はインスタライブを積極的に行っており、視聴者から熱い支持を受けています。現在のフォロワーは460万人に達しています。また永野は仕事やプライベートで悩むたびに母親に相談しており、母親のようになりたいとかなり尊敬しているようです。さらに永野は自身の好きなタイプを聞かれ、人間として自分が尊敬できる人と答え、永野自身も尊敬される人でありたいと答えています。そんな彼との理想のデートはやはりドライブです。
尊敬できる人がタイプと答えている長野ですが、好きなお笑い芸人は中山きんに君で、中山のことは友人から動画を見せられたことで知ったとのこと。長野は仕事で落ち込むたびに中山の動画を見て何度も励まされたそうです。また長野は行列のできる法律相談所にて憧れの中山きんに君と初共演を果たした際、感激のあまり号泣しながら喜び、ハグを求めたそうです。中山自身も長野からハグを求められ照れ倒していました。そんな長野の好きな食べ物は塩ラーメンで、少なくとも週に2回、一人ラーメンも全然平気だそうです。つまり長野の元気の源は塩ラーメンと中山です。ラーメンの中ではダントツで塩ラーメンが好きと公言している長野ですが、 NHK 局内の食堂の麺類で何が一番好きですかという質問に対しては担々麺と即答しており、記者が困惑していました。また担々麺の次によく食べた麺類はと聞かれた長野は即答で冷やし中華です、ごまだれ味が大好きですと答えています。また女優の今田美桜との親交も深く、一緒にクリスマスを過ごすほどの仲だそうです。また長野と今田はどれだけ忙しくなっても月に2回は会えるようにお互いスケジュールを合わせているそうです。今田から見ると長野はかなりの天然らしく、2人で寿司を食べていた際、長野がこの前仕事でフランスに行ったんだけどヨーロッパはないんだよねと、完全にヨーロッパを国だと勘違いして発言していたそうです。今田がヨーロッパは国名ではないと何度説明しても納得してくれない長野、最終的に寿司屋のおかみさんが地球儀を持って説明してくれて、ようやく納得してくれたそうです。さらに長野の天然っぷりはインタビューでも爆発しており、カルピス100周年プレス七夕に会おう展プレス内覧会に出演した際、記者から天の川は見たことがありますかという質問に対し、天の川は実際にあることは知っていましたかとまさかの質問返し、しれっとした空気にあれと首をかしげ、空に川があるのっておかしくないですか、天の川って星のことですかと慌てて質問を繰り返し、会場から爆笑を誘った。また長野は宿泊先のホテルに化粧水などのアメニティがなかったので、備え付きの石鹸で顔を洗うと顔がカピカピになってしまったこともあるそうです。その後の撮影で顔がカピカピになった長野を見てメイク担当者が怒っていたそうです。清純な見た目と男らしい性格、可愛らしい天然具合で日本中を魅了している長野芽衣ですが、役者としての意識の高さも評価されています。ここからは長野の役者としての意識の高さがわかるエピソードを紹介していきます。2018年3月に高校を卒業した長野は、同年4月より放送予定だった NHK 連続テレビ小説半分青いのヒロインオーディションに参加します。結果2366人の中から激戦を勝ち抜き、ヒロインの座を勝ち取ります。この半分青いで長野はヒロインであるミレのスズメ役を演じますが、この役は幼少期に病気により片耳の聴力を失っているという難易度の高い役でした。この役を演じきるために長野は日頃から片耳に耳栓をしたり、実際に片耳が聞こえない人に話を聞きに行くなどしてから役作りに臨みました。また2022年の映画マイ・ブロークン・マリコの役作りにおいては、非喫煙者でありながら喫煙者の役を演じることになり、撮影開始の3ヶ月前からニコチン、タールなどを一切含まない電子タバコを持参し、吸う練習を始めました。さらにマイ・ブロークン・マリコで長野が演じたシーノはドクター・マーチンを履いており、長野もドクターマーチンになれるために役作りとして11ヶ月間履き続け、結果履き潰してしまいました。この話を聞いてマイ・ブロークン・マリコの監督である棚田幸も称賛の声を送っています。このようにプロ意識が高い長野が女優として食っていくと決意したのは2015年、映画つくろい立つ人に出演した時でした。この時長野は自分の人生を振り返り、ここまで長く続いたのがお芝居だけということに気づいたそうです。そしてやれるところまでとことんやってみよう、嫌だと思うまで女優を永遠にやろうと決心したといいます。女優業への決心が固まった長野は2015年以降、俺物語のオーディションに勝ち抜き、人気女優の登竜門で知られ、堀北真希、新垣結衣、広瀬アリスらを輩出した全国高等学校サッカー選手権大会の応援マネージャーに抜擢されます。このように真面目さと天然さを併せ持つ長野の最近やってしまったエピソードは、お風呂に入ろうと思いお湯を沸かしたもののお湯の温度が低すぎて寒かったことですと、可愛すぎるエピソードを発表しています。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。